2008年、デビッド・エヴァン・ショフは、アメリカ合衆国の作家、編集者、教師である、カリフォルニア州のパサデナで生まれた、ブラウン大学を卒業した、シカゴ大学と、慶応義塾大学でも学んだ、最初の小説、世界で初めて女性に変身した男と、その妻の愛の物語を2000年に発表した、性適合手術を史上最初に受けた人物、 リリー・エルベイの話である。ローゼンタール財団賞とラムダ文学賞を受賞した。ニューヨーク公立図書館のヤングライオンズ賞とアメリカ図書館協会賞の最終選考に残った。ニューヨークタイムズ紙の注目の本になった。ニューヨークタイムズ紙はテーマは複雑で深淵。愛に対するエヴァーショフの知的で巧みな探求により、この小説は注目に値する事件となるだろうと評した。 2015年にトム・フーパー監督によって映画化された。映画の現代は小説と同じ座でシュ・ガールだが、日本ではリリーのすべてと題されて2016年に公開された。短編小説の最初のコレクションを発表したのは2001年でフェログラムリー賞、ラムダ文学賞受賞。ロサンゼルスタイムズで今年のベストボンの一つに選ばれた。第2作。 ハサデナは2002年に出版された。ベストセラーになり、18の言語に翻訳された。2009年には米国で、ベストウェスタンフィクション作家に選ばれた。3作目、19番目の妻は2009年に出版され、世界中で約100万部が売れた。小説は、アン・エリザ・ヤングを扱う。アンは、末日聖徒イエス・キリスト教会の指導者で、 多才主義者として知られる19世紀の宗教家、ブリガム・ヤングの妻の一人である。出版された2009年に、イギリスのテレビのトーク番組のホストであるリチャードと、ジュディが19番目の妻を英国のブック1ベストセラーに選んだ。この小説は、フェログラムリー賞、ユタ州本賞にノミネートされ、週刊、出版による今年のベストブックの一つとなった。 19番目の妻は出版翌年の2010年にテレビ映画として放送された。テレビ映画19番目の妻はリチャード・フリーデンバーグが脚本を書き、カイラー・リーやマット・ズークリー、アレクシア・ファスト、パトリシア・ウェティグなどが出演し、ロッド・ホルコムが監督を務めたランダムハウスの編集長である。編集者として担当したのは小説家のデビット・ミッチェルやテジュ・コール、 チャールズ・ボック、ゲイリー・スタインガート、ステファン・メリル・ブロック、ジョン・バーナム・シュワルツ、詩人のビリー・コリンズ、ノーベル平和賞受賞者のシリニエ・バリ、ジャーナリストのアザレイ・モーベニーとソニア・ナザリオ、俳優のダイアン・キートン、ベストセラー学者のロナルド・シー・ホワイト・ジュニアである。ジェーン・ジェイコブスの最後の2冊を担当した編集者で、ノーマン・メーラーの裁判年5年間の編集者だった。 トルーマン・カポーティ財団と協力して、彼は、ランダムハウスのために、カポーティの出版を監督し、トルーマン・カポーティの物語、サマー・クロッシング及び、肖像画などを管理している。また、W.G. ゼイバルトの死後の編集出版を、ランダムハウスのために行った。フィクション部門と歴史部門の両方で、ピューリッツァー賞を受賞作を担当した、最初の編集者に2013年になった。 フィクション部門の作品は、孤児の子が主人公のアダム・ジョンソンによる本で、歴史部門の作品は、戦争の残り日のフレドリック・ローガバルの作品である。以前は、ランダムハウスの固定インプリントの出版ディレクターを務めていた。また、コンデナスト・トラベラーに書いている。エヴァー・ショフは、ニューヨーク大学とプリンストン大学でライティングを教え、コロンビア大学の MFA プログラムで文学を、 教えている。ニューヨークに住んでいる。ありがとうございます。